3月8日、ビルマの首都ラングーン、ついに陥落す。ビルマ方面陸軍部隊の精鋭は、マルタ版占領後、敵軍主力を撃墜して、確たる大戦果を挙げました。まこと無敵行軍の行くところ、山も川も、不死なびかざるはなし。行く手にビルマ大平原を貫いて走る鉄道線路は、南軍を起点とするビルマ延焼ルートである。今これを見事に中断して、重慶交戦の陰に糸を引く、米英の野望を断ち切った将兵の感激はいかばかりでありましょう。かくて、釈迦の寝相で世界に有名な天狗に突入した皇軍は、直ちに鉄道を占領。ここに抗日重慶政権は致命的大打撃を被るに至ったのであります。目指すラングーンまでは余すところわずかに80キロ。背後に首都を間近に控えた敵軍は必死のゲリラ戦を展開。橋梁はことごとく破壊され惨状を呈しております。すでに前方ランウンの豪華延々として天を壊す。8日ビルマ作戦開始以来わずかに50日、皇軍はあらゆる困難を征服して、英国が生命線と頼むインドの前衛拠点を一挙にほふり、ここにビルマルート遮断、首都ランウン陥落の麻薬2つの金字塔を大東亜戦士の上に打ち立てたのであります。シンガポール陥落以来、敵や日本包囲陣最後の重要拠点と頼み、徹底的抗戦を防護する南印ジャバ島に対し、南湖要衝の鉄槌を下す。無比の猛攻を加え、上陸以来わずか9日にして前島を制圧するに至りました。灼熱の太陽の下、戦車を先頭に銀鱗部隊、歩兵部隊は首都バダビア目指して下押しに進撃する。住民は列をなして皇軍心速果敢の進撃に、領事館をはじめとして
放送局停車場などの重要施設もことごとく当てにしました。オランダ300年の圧政下に侵入した住民は狂気して行軍を迎え、日本に対する限りなき信頼と情熱を寄せ、その感激を表に表しております。さらに敵総司令部の立てこもるバンドンに向かって結果の進軍に移り、我が包囲猛攻は周辺の敵陣地を侵犯、退路なきバンドン守備軍はついに発揮を掲げ、陸軍最高指揮官今村中将は敵総司令官デル・ポールテン以下とバンドン市近郊カリジア飛行場に会見、ライン軍約9万3000、米英豪連合軍約5000は武装を解除、全面的無条件降伏に決しました。時に昭和17年3月9日午後3時、ここに本国なきオランダは東亜における広大なる領土をも失い、帝国は絶対腐敗の体制をここに確立したのであります。